ひろかです。やってきました大阪ダービーというわけで、今日は J リーグ第11節ガンバ大阪対セレッソ大阪の激アツな戦いとなります。なんと今日はですね、パナソニックスタジアムが3万人超え、もう超満員というわけでチケットも完売しているようです。本当に数年ぶり声出し満員のスタジアムとのことなので、もうめちゃくちゃ激アツな雰囲気になるのではないかと予想をしております。そして今日はですね、この間もガンバ大阪戦に付き合ってくださった友人がいらっしゃるので、早速待ち合わせ場所に向かいます。あ、着きました。今日も尾崎さんが一緒です。逆ですね。前トス戦と、あと昨年の降格争いがかかった鹿島戦に来てくれました。今日も楽しみます。めっちゃ今日これ今11時半です。14時キックオフなのに、これが11時半の光景、こんな多いの見たことありません。今日もラインナップは大体外は同じです。これがガンバ大阪の、オリジナルのクラフトビールとのことです。え、大人のメンチめっちゃうまそう。え、やばい、どうしよう。うん、なんか今日から限定で、なんか今後の試合も限定であるらしいので、皆さん来た時は、皆さん、チカッツ。ここで歌を覚えるのありだね。うまい、うまし。あ、まあ、今日は普段お店がないところにも出店されています。Thank you.
つまずいた。やばい、めっちゃ煽られてる。絶対中だ。